夜明けには飛空艇の改装が終わる。この世界が助かるも滅びるも俺たちにかかっているんだな。そういえば他のみんなはどうしてるかな。クラレットのところに行ってみよう。あら、こんな時間にどうしたの？明日は早いんでしょ？君こそどうしたんだ、クラレット。ちょっと一人で風に吹かれていただけ。そっか。迷惑なら戻るな。うん、いいわ。明日のことを思うと寝つけなくて。星を見ていたところなの。いい話し相手が見つかったわ。そうか。こうして地上から星を眺めるのも今夜が最後かもしれないわね。そうだな。失敗すれば二度と地上に戻ることはできない。再び地上に戻ってこられるか、この地上の人々が平和に過ごせるか、私たちにかかっているのね。後悔してるのか。あのままカルザスに残っていれば何も知らずにいられたはずだ。何も知らずにね。確かにあなたと出会う前の私ならその生き方を選んだと思うわ。だが今は違う。他人任せに生きるのは楽だわ。だけど今は嫌。あなたもそうでしょ？確かにそうかもな。私変わったわね。これもみんなのおかげ。特にあなたの。俺は何もしていないさ。変わったのはクラレットが変わろうとしたからだ。ううん、あなたは自分が誰なのかも思い出せないのに自分が犯人だと名乗り出てくれた。疑いは晴れていたのだから黙っていればわからなかったはず。あの時のあなたに私は勇気づけられて今日までやってこれた。感謝してるわ。そっか、こんな俺でも人の役に立てたのか。時間がなさそうね。まあね。さあ、そろそろ寝るとしよう。明日は忙しいからな。おやすみ、クラレット。待って。していて。怖いの。本当は怖いの。俺たちの失敗がこの世界の人々を死なせてしまう。クリムゾニアも人間も魔族もみんないなくなってしまう。全ての生き物が滅んでしまうんだ。俺だって怖いさ。本当、あなたの鼓動が聞こえる。
病むことはないさ。クラレット。違うの。違うの。私が怖いのは、あなたとこうしていられなくなるかもしれないから。クラレット。好きよ。大好き。クラレット、君は。こんな時に言うのは反則かもしれない。本当は言わないでおこうと思ったの。だけど、星を見上げながらあなたのことを考えていたら、あなたがここに来てくれて。今言わなくちゃきっと後悔すると思うから、最後の最後で逃げたくないから。あなたが私をどう思っているかは言わなくても嫌われていてもいい。だけど、私はあなたが好きなの。クラレット。ごめんね。ずるいよね、こんなのって。いや、嬉しいよ。俺も君が気になっていたからここに来たんだ。君と少しでも長くいたかったから。それじゃあ、私本当は俺の方から言うべきだった。だけど君との関係を壊しそうで言えなかった。改めて言わせてもらうよ。好きだよ、クラレット。嬉しい。すごく嬉しい。この瞬間が永遠に続けばいいな。大丈夫だよ。俺たちは始まったばかりじゃないか。これからさ。